様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ただいまよりエスタ閉店セレモニーを始めてまいりたいと思います。ビッグカメラ札幌店の店長をしております、岡田と申します。私どもビッグカメラも22年エスタで商売させていただきました。お客様とつながらせていただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ですがエスタは我々をしっかりと見守っていてくれています。ここで働いた記憶、ここで働いたプライド、しっかり持って我々テナント一同全従業員は明日から新しいスタートを切っていきましょう。最後にエスタ、あなたは私たちの家族です。45年間お疲れ様でした。エスタ店の店長をさせていただいております松井です。今日は本当にエスタ店、最後の日を無事にこうやって迎えることができました。多分朝から多くのお客様、こんなに多くお客様が来てくださるとは思いもやらないぐらいのお客様が朝から詰めかけていただき、ここにお集まりのショップの皆様、本当に大変な一日だったと思います。ありがとうございました。で本当に今日でエスタは最終営業日、閉店しますけれども、そうやって皆さんに大切に育てられてきたエスタの思い、あとはいろんな DNA みたいなものがあれば、エスタ店の建物がなくなったとしても、それはどこか新しい建物ができた際に、また別のところに飛んでいって、また大きく花咲くことができると思います。ので本当に今日が最後じゃなくって、今日からまた新たな一歩を踏み出す、そんな思いでこの閉店の日を迎えたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。もう感謝でいっぱいです。みんな本当にありがとうございました。それでは皆様、後ろのエスタの明かりにご注目ください。10カウント、10からカウントダウン、皆さんでいきましょう。それでは、せーの、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0! お疲れ様でした。ありがとうございました。